こんにちは、ゆうじです。さあ、本日は時松プロにちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速、やっぱ時松プロといえば10フィンガーグリップ。そうですね、はい、はい、これをちょっと僕やったことないんですけど、はい、ちょっとぜひやってみたいなと。こんな機会ないので、はいはいはい、教えていただけますか。頑張ります。まずじゃあ、あの10フィンガーグリップとは一体何ですか。もう本当に野球のグリップですね。もう小指を引っ掛けない。はい。おお、はい。でも親指も外しますので。親指も外す。左手がこういうふうに乗らない。乗らないで外す、はい、はい。これが一番多分特徴的な特徴だと思います。親指を外す。そうです、外して、でも普通に持つって感じですね。で、小指も掛けない。掛けないです。あー、違和感あるな、これ。こういう感じですね。うわ、慣れないですね。この10フィンガーグリップの良さっていうのはどういうところですか。やっぱり右手がすごい生きるので、絡めるっていう理由は、まあ右手の動きを抑える、殺すというか。なるほど。動きにくくするっていうことで多分編み出したあのグリップだと思うんですけど、これだとやっぱりもう右手がすごい使えますんで。そうですね、まあ、いい意味では捕まりやすくなるかもしれないですね、うん、はい。普通のグリップだと、まあ、左手の親指がこういうふうに乗るんですけど、はい、やっぱここがどうしても痛くなる方がすごい多いんですよ。やっぱりここで負担かかりますんで、はい、これをまず外すっていうことでもう怪我がしにくいと。なるほど。そこが一番って聞いてるんですけど、すごい。あとはあまり分かんない。もう基本的にはその10フィンガーでずっとプレーされてる。そうです。絡めて打ったらどうなるんですか、時松プロ。僕は右に行きます。あ、右行っちゃう。右に行っちゃう。あ、そうなんだ。なんかコツというか。あんまりギュッとは握らない。ギュッとは握らないですね、はい、はいはいはい。じゃあもう自然にも親指外し て, 外してで、その上に来て。そうです、そうです。くらいの、はい。ほう、打ちにくそう。では10フィンガーグリップでちょっと打ってみたいと思います。ちょっともうね、持ってるだけでなんか違和感があるわ、これ。当たるか分かりません。ではやってみます。あー、ちょっとダフったね。あー、当たったけど、はいはい。ただなんか僕はやっぱ力が入らないですね、大体。多分、はい、まあ、トップで従来のグリップだとここで重さを感じるっていうじゃないですか。あー、そうですね、感じます、はい、感じてます。これがないんで、感じる部分がもうここになるんですよ、はい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 。だからよく言うのが、やっぱりここにしっかり重みを感じて、左手の親指に 重みを感じてからのインパクトってよく言うと思うんですけど、はい、それがないですね、ここに乗るんで。なるほど。へこんでるとこに、はいはい、ここで感じて下ろすんで、そこが多分一番気持ちが悪いかもしれないです。はあ、もう一回やってみますね、はい、うわっ。当たるけど、やっぱちょっと、あ、思った通りだ、絶対なんかね、左っぽい、左いっちゃいますね。僕はまだその力の入れ方が分かんなくて。あ、でも飛んでるね。178ですもんね。あれ、175ぐらいなんで普段は。ちょ、もう一回いきます。ここで感じて、あ、これも飛んでるな、多分。190ですか。190。こっちの方がいいかもしれないな。確かに重さ感じるとね。素晴らしいです。あ、一発目ダフったじゃないですか。ダフった、はい、ダフりやすいんですよ、こう。そうなんだ。やっぱり右肩が前に出るんで。ああ、はいはいはい。ちょっとね、うん、ちょっと出る分ダフりやすいんですよ、はい、だからちょっと短く持つとかしたら、うん、あの、いい、まあ、いつも通りの感覚には近づくとは思うんですけど、はあ、それで言うとこんな飛ばないんですよ。飛んでます。こんな飛ばないです、普段は。100キャリーで181なら行かないですね、7番は。飛びますよね。だからやっぱ力入りやすいのかもしれないですね。伝わりは確かにあるかもしれないですね。はあ、短くね、短く持って、ちょっと短く持って、はい、そしてダフりが減ると思うんで、ちょっと短く持って、気持ち、はい、よし。あ、ダフってないけど今度また引っ掛けたな、多分。あ、今のでも分かる。ちょっとやっぱ捕まるですね。捕まるんで、さっきいいショット出た時は実はスライスでもいいなと思ってフェース開いた気持ちで打ったんですよ、はいはい、そしたらすぐまっすぐ行ったんで、やっぱ右手がすごい使いやすくなるんで、こうなっちゃうんですね、はいはいはい、多分ね。だからちょっと気持ち悪いけどスライスになっちゃってもいいぐらい、はい、
うん、多分これいいな。そうするといいんだよな。ああ、まあちょうど適正だ。あ、ラインは完璧ですね。ラインもいいし。はいはいはい、本当だ。もう右手がフェース面なんですよ、僕の先生から習ったのは。はいはいはい。絶対こう。そうそうそう。なるほどね、はい。はいはいはい。絡めるより外してた方が右手のイメージが出やすいんで。っていうならっていう教えで習いましたね。ちょっとお手本打ってもらってもいいですか。はい、久しぶりに打つんですけど。久しぶり、あ、そうか、今オフですからね。まあまあ、まずはこう右手でターゲット方向にフェースを向けまして、はい、でそこからアドレスするんですけど、うん、でもあとは普通ですね。ちょっと一回打ってみます、うん。うわ、めっちゃ左じゃん。僕からしたらそんな左じゃないんですけど。1球目ですからね。1球目ですね。162ですよね、やっぱ。おお、やっぱ飛ぶっすね。いや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 、結構頑張ってるんですけど。いやいや、飛距離だけなんです、僕は本当に。僕ちょっと左から右にフェード、あ、フェードが持ち球、持ち球はフェードです。はあ、おー、あー、いい。フェードしないですね。フェードしてない。ああ、いいショット。いや、飛ぶっすね、やっぱ。いやいや、飛距離だけなんで、本当にこんなに毎回まっすぐ打てないんで、僕は。上品、なんか綺麗なフェードだね、これ。結局はターゲットライン上はまっすぐなんだけど、ふわーっとね、美しい。ちょっとなんかでも、こう打つ前に気持ち、親指でこうセットします、ね、セットしてましたよね。セットします、はい。まず右手でね、ターゲットを決めて、ピンを向けて、そこからこう外してセットアップします。一回通常のグリップになってるんですよね。一回だけですね。1秒ぐらい。そう、見てたらそうでした。理由はあるんですか。分かんないです。でもこれがもう毎回のルーティンですね。そうですね。はい。え、ちょっと無茶なお願いしますけど、はい、普通に打ってみてもらえますか。グリップですか。グリップ。はい。試合でも打たないですもんね。試合でも打たない。打たない。あ、ちょっとね、あ、でも全然いいショットじゃない。な、飛んでるっすね。飛んでるし。めちゃめちゃいいショットじゃないですか。あれ。もう一回いいですか。もう一回お願いします。良さそう、これも。あー、いいショット。あれ、飛ぶな。いや、飛んでるけど。めっちゃいいっすね。いい、めちゃいい。あれあれ。え、絵的に最悪だよ。いやいや、 OK です。うん、OK です。面白い。まあ、スクエアグリップちょっと試しに、はい、 ね、普通のグリップ打ってもらいましたけど、はい、どうでしたか。結構ね、右に行くって打つ前言ってたんですけど、うん、結構いい球でしたね。いい球です。距離も良かったし、使えるんじゃないですか、これは。これでワンチャンスありますね。ねえ、だから2022年ちょっともしかしたらどっかでここって時に使える技、絡まってるかもしれない。ねえ。これは面白いし、いや本当にお忙しい中教えていただいてありがとうございました。全然です。時松プロの貴重なグリップが生で見られて感動でした。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。いやいや、こちらこそお願いします。ありがとうございます。お願いします。